フィリップ・コスティッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・イントラハとフランクフルト所属。セルビア代表。ポジションは MF。2009年、セルビアの FK ラドにチュキでキャリアをスタート。2012年8月、オランダエールディビジの FC フロー人間へ移籍。2013年10月20日の PSV、アイントホーフェンセンでオランダでの初ゴールを挙げる。 2014年8月9日、ドイツブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトへ完全移籍した。2016年7月25日、ハンブルガー SV へ2021年6月までの5年契約で完全移籍した。2018年8月20日、アイントラハトフランクフルトへ2020年6月まで2年間の期限付き移籍をした。2019年5月17日、 アイントラハとフランクフルトはコスティッチに対する買取オプションを行使し2023年6月30日までの新契約を締結したことを発表した2020年3月4日の DFB ポカール準々決勝ベルダーブレーメン戦の後半92分にエメルとプラクのふくらはぎを踏みつける暴力行為を起こし即刻趣旨により レッドカードを提示され一発退場処分を受けた。翌5日に DFB より4試合出場停止の処分を受けた。2020から21シーズン、ミュラーの18アシストには及ばなかったが、リーグ第2位となる14アシストを決めて、チームに貢献した。各年代のセルビア代表を経験。2015年に A 代表に選出され、6月7日のアゼルバイジャンとの 新善試合で A 代表デビュー。2016年9月5日のワールドカップ予選アイルランド戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。